Hello everyone, hope you have an amazing day. And today we are here for Alchemical Ascension event, I guess, in Genshin version 4.5. And this event seems like that previous event with Wangshu in, and apparently this event features both Lisa and Eula. And I don't need any further motivation, right? I mean, one of them is the reason why I started playing this game, and the other is why I stuck with it. So, yeah guys, without any further delay, let's begin. Ara, Kawaiko-chan, kyou wa dou shita no? Nothing much. Just missed you. Sore tomo one-san ni ai ni kite kureta no? To see one-san, of course.相変わらず優しい子ね。でも、あいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。I can wait。リサさんが真面目に仕事してるなんて珍しいな。確かにそうね。前回こうして研究に没頭したのはまだ教練員にいた頃だったもの。久しぶりに真面目に考え事をしたら Hmm. Has Jean given you some kind of a new project then, huh? そんなに興味があるのなら、あなたも参加してみない? Sure. Where do I start? 学生時代をもう一度。Ah, my heart. Oh no 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 no. That wink was evil, pure evil, and it was enough to convince me. 嫌なの？お姉さんと一緒に困難を乗り越える、せっかくのチャンスなのに。 ちなみに。 I'm ready. Tell me the details. あなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと錬金術の研究をしてるの。でも大半の研究は実験室で行われるでしょ。だから人々は錬金術のことをあまり詳しく知らないわ。たがくの資金を費やした研究は結局あまり多くの役割を果たせていなかった。そこで。 ジンは錬金術の成果を一般人に広めることにしたの。ひとまず錬金薬をね。私は普段図書館のことだけでなく騎士団が提供する薬剤の管理を手伝っているわ。いや、私の役は錬金の研究の一つなの。ジンからすると私はこの仕事にぴったりだと思ったんでしょうね。ただ人々が日々必要としているものを提供するって観点から見れば。 素材を少し調整して、錬成方法も適度に簡略化する必要があるわ。いや、そうなると簡単だと思ってた研究がちょっと複雑になってきたのよね。つまり、オイラたちにその研究を手伝ってほしいのか。でも錬金術の理論なんて、オイラたち、よく知らないぞ。違うわ、お姉さん。 もっとあなたたちにふさわしい仕事を思いついちゃったのよ。How very considerate of you。実際に使った人々からのフィードバックが得られなければ、みんなのニーズに応えられるかどうかはわからない。でも薬を開発しながら意見を集めるとなると、より効率的な方法が必要になってくるわ。そこで私はひらめいたの。直接錬金薬を売るお店を開けばいいのよ。そうすれば。 And we get to keep the Mura, right? そういうこと。そして、この仕事に一番ぴったりなのが、我らが騎士団のエリート、旅人よ。You don't need to butter me. Your wink was enough payment for me. かわいこちゃん、こんな青春を体験してみたくない？ I mean, consider it as a favor for Lisa. A favor which maybe we can cash it tonight. わかってたわ。やっぱりあなたってとっても頼りになるわね。仕事が一段落したら、お姉さんが直々に報酬を用意してあげるわ。 Yes! もうお店を開くための事前準備は終わったの。後のことは向こうについてから話しましょう。
Okay, come on guys. Let's go, let's go. Just point me where the shop is. ここでお店を開く予定よ。nice shop. わあ、この下準備をリサさん一人で全部やったのか。Come on now, that's impossible. いいえ、シダンのみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金はジンがわざわざ用意してくれたの。薬を作るのに必要な材料や設備についてはアルベドとスクロースちゃんが協力してくれたわ。そして今後の物資の補給は後方支援部隊の担当、そこにあなたたちも加わってくれたおかげでお姉さんの負担はかなり軽くなったわ。I mean, I could rub those shoulders if you won't mind. 準備ができたらもう正式にオープンよ。じゃあ早速こちらの材料を使ってポーションを練習してみてちょうだい。Okay, my journey has just begun. Thanks for the inspiration, Lisa. let's keep it like this for now. For our first potion, I will try to do better as the event progresses. Potion が出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。これで開店準備は終わったな。ちょっと休憩して。お客さんが来るのを待とうぜ。What was that? I mean, it's a good thing that I could understand some of it, but man, what was that? うん、最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけないの。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだな。お姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。 Thank you, Lisa. どう？これから販売するポーションについて何か思いついたかしら？じゃあ、新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ、実際に試してみて。I mean, this feels like anisekai novel with her title like to impress a beautiful onesan. I started farming with my cheat skill. そうそう。Something like that. 彼女は定期的に新しい物資を補給してくれるから、後で挨拶しておいてちょうだい。後のことはあなたに任せるわ。But what about you? I don't mind you teaching me. なんでオイラたちだけが忙しくしてるんだ。私？もちろん、かわいこちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。 Yes, I will! I will be the best alchemist in all of Mondstadt, even better than Sucrose. Not Albedo, but Sucrose! 栄誉騎士さん、そして侍従のパイモンさん、こんにちは。後方支援部隊の騎士、フレダです。どうぞよろしくお願いします。Yes, I like this NPC. She knows that Paimon is my attendant. Sorry, I'm sorry. 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 I'm sorry.そういう暮らしはきっと面白いだろうな。Maybe you will get the chance in future expeditions. 私もそう願っています。とにかく今は目の前の仕事をきっちり終わらせましょう。代理団長からあなたたちの経営を全力でサポートするようにと指示を受けました。何か必要なものがあれば
いつでも言ってくださいね。最近新しい物資が届いたばかりです。必要なものがないかぜひご確認ください。 And the event starts. Okay, so what is the next cycle?Let's go! It's Yula and Meido. I don't have to wait till last day this time. Yo! 久しぶりだな! Yeah, it's been a while. Where were you on Lantern Ride? Hokuto! Eura! Te... Omae tachi, shirioi datta no ka? Deatta no mo nanika no en te na. Yaritori o shiteiku uchi ni shitashiku natta nda. Hokuto senchou to wa...ドーマンポートで知り合ったの。モンドには仕入れに来ているそうよ。私は散歩に付き合っているだけ。え?エウラーが積極的に友達を作ろうとするなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。I mean, that's cap, man. She was always good at making friends. It's just people of Mondstadt were...モット船長とは知り合ったばかりで、まだ友人とは呼べないわ。ただ、騎士としてはもてなすべきだと。え?ずっと仲良く喋っていたじゃないか。あれはただの社交辞令だったのか?え?あ、そういう意味じゃなくて。ただ、この間、私が無礼を働いちゃったから、私なんかと友達になるのは嫌じゃないかと思って。Aha, あんな誤解なんて全然気にしてないさ。A drunken blunder, perhaps. 誤解?何の話だ?ああ、実は数日前のことなんだけどな。船をドーンマンポートに停泊させている間、船員たちと酒場へくつろぎに行ったんだ。だが、そしたら酒場で酔っ払いたちが言い合いを始めちまってな。殴り合いになる寸前で、私は間に入った。ところがだ。そいつらは私の助言を聞き入れようとしなかった。どうしても互いに手を出す気でいたようだったから、ちょっとした方法であいつらを落ち着かせたんだ。で、ちょうどその時見回りをしていたエウルアにその混乱した場面を見られちまった。So it was Nuke versus Counter Queen. 続きは私から説明するわ。この間、ローマンポートの不当で密輸された2が見つかったから。うちは最近パトロールを強化しているの。あの日は知らない顔で、しかも船員の格好をしてたから、そういうことじゃないかと心配になって、北斗船長に入港許可証を出すようお願いしたのよ。手元にないから港のスタッフに確認してくれと北斗船長は言ったわ。でも私はどうしても同行してもらいたくて諦めなかったから、ちょっとしたいざこざが起きたというわけ。しょうがないって、あれがあんたの責務なんだからな。あの時はちょっと飲みすぎてて、私の言葉遣いもきつかったし、その後エウルアと一緒に船に戻って書類を確認してもらったんで、誤解はすぐに解けた。それでちょっと申し訳なく思ったから、酒場に戻ったら一杯おごらせてくれって提案したんだ。で、実際飲んでみたら共通する話題が多くてさ、酒場の営業終了時間まで話し込んじまったよ。That's a very funny story to say how we met for first time. 今日はモンド城を見て回りたいって言ってたんだけど。That's a funny story to say among friends. 私もちょうど騎士団に書類を提出する予定だったから一緒に来たの。さっきから言おうとしてたんだが、私たちはもう友達みたいなもんなんだから気を使わないでくれ。私のことは北斗でいい。そうね。じゃあ遠慮なく。あ、それで騎士団に戻ったら君たちがここで店を開いているって聞いたから、北斗と相談してついでに挨拶しに来たの。へえ、そういうことだ。私もモンドの錬金薬がどんなもんか見てみたかしら。だが、私は頑丈だし、後悔で使うような薬も揃ってるんだよな。そうだし、後悔で使うような薬も揃ってるんだよな。そうだな、精神を落ち着かせる安眠効果のある薬はないか。あら、北斗はあまり眠れないの。いやいや、
私はぐっすりで、横になったら即夢の中さ、日が昇るまでな。だが私の友人がな、普段いいものばかり食べてる割に、よく眠れていないようなんだ。贅沢病か、毎日考え事ばかりしているせいかはわからないが、その友達ってもしかして。ああそうだ、もう珍しい宝物は見飽きてるだろうしな。もし徹底的に息抜きしてゆっくり眠れるんなら、その方が彼女にとっては貴重だろう。よし、要望はメモしたぜ。それじゃ頼んだ。 And what about you, Yula? Do you need any potion for Ember? 何か必要なものはないのか。たくさんのポーションを一気に作るんじゃ手が回らないんじゃないかと思って。北斗は遠いところからはるばる来たんだから、彼女の注文を優先してあげてちょうだい。私のポーションの要望は遊撃招待のと一緒に後でまとめてリサに提出しておけばいいわ。 I mean, I wouldn't mind making a special potion for you, but it's alright. そうかしら。 It's fine that way too. 多分普段から騎士団のみんなに優しくしてもらっているから、それが少し映ったのかもね。でもまだまだ足りないわ。今度トラブルに遭った時はもっと平和的な対応法を取らないと。Hey, I mean, you are doing just fine. そうだぞ。Everyone has their jobs. 知り合ったばかりの頃と比べて、お前と友達になりたいっていうやつも増えてきただろ。 Again.She was always friends with outsiders. It was people of Mondstadt who were at fault. And also, she was friend with Ember. Don't forget that. I mean, friends. 薬作りは順調か？何か問題とかは起きてないよな？ Yeah, here's your potion. There's definitely nothing suspicious about it. よし、これで手土産の用意もできたな。もう帰るの？ドーンマンポートに行くなら送るわよ。ああ、一回りしたからそろそろ帰ろうかと。仲間たちをあんまり待たせるわけにもいかないからな。いやあ、旅人、See you next time. Have a safe journey. 商売繁盛を祈ってるぜ。遊撃招待を代表して、私も君たちに感謝するわ。Hey, that's no need. Anything for you, la. Oh, and some extra ferns. It seems like that's it for this quest. I really, really enjoyed this event so far, and I feel like this event is.More fun to play rather than watch. So I won't be posting the next few like quests or days. So yeah, this was a very fun event. And my only complaint with this event is it is rather on a very small scale. I would have liked if the scale was bigger, like Captain's Ranch, which was in Honkai Impact the Third. So anyways, I hope you guys enjoyed this video. Please leave a like and do not forget to subscribe.And yeah, see you guys next time. Bye!